1年前からどんくらい強くなったか見せてくれよ、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや、
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんやんか。奴の剣が純粋な天然離心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。それは本物のお前と戦うためや。本間の名前隠して生きるいうことは、坂本せやからはじめちゃんは似た者同士。何でもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そう。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、
そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。なんだと。はじめちゃん。バカだ。はじめさん。兄弟が死んだだと。天然理心流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司とついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬。そこへ一通の知らせが届く。竹地半平太が土佐で処刑されたという知らせが。坂本。中岡。じゃあ竹地は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て竹地半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで竹地と同じように処刑されるだけだ。分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹地のこの一件、俺は1年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え、長いこと江戸にいたわりに陽動伊蔵の逮捕から拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばに
それをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやっさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま京で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局その前にまず頭を冷やすことだな。くそ。坂本、土佐には俺が行く。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたか。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ、土佐に裏切られ、翻弄された男ってわけか。ああ、とにかくお前は今日にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔出さずにおとなしくしてろ。分かった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。大事な人やったんやね、その竹地さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。Thanks.